将来あなたこのまま目が悪くなったらどうなると思います？もし目の病気になったらどんな風に見えるんだろうっていうのを今日体験してもらいたいと思います。似合わねえな。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。はやです。今日はあなたたちメガネ買いましたね、今年ね。それから視力下がってませんよね。知らんのか。やばないね。あやさんがね、日中メガネかけるね、頻度がね、若干高くなってきたっていうのが、ママ気になったり、はやはメガネかけたままテレビにかじりついてるのがすごく気になるのね。まあ、視力下がったら来年、わかってますよね、あなた。まあ、それは来年なんで置いとくとして。将来あなたこのまま目が悪くなったらどうなると思います？やばいね。やばいって何？どうなる？めちゃくちゃやばい。何が悪いの？何がやばいの？メガネなしじゃ生きていけない。メガネなしじゃ生きていけない。はい。はやは見えなくなる。ね、目が視力悪くなって見えなくなるだけと思っていますか？年を取ると目の病気いっぱい発生します。眼球白内障、老眼もそうだし、白内障、緑内障、名前聞いたことないよね。はい、実際になったことないから分かんないと思うけど、目の眼球が真っ白くなってしまったりとか、ありとあらゆる病気にかかる可能性があるのに、さらに視力が悪くなるってことは見えませんね。可能性としてはあるんです。なる可能性が、目の病気に可能性があるのに、土台が見えない状態でさらにそういう病気にかかった時、あなたたちもう家から出れませんよ。もし目の病気になったらどんな風に見えるんだろうっていうのを今日体験してもらいたいと思います。いいですか？レッツライメガネっ子はぜひチャンネル登録してね。してね。体験メガネをどうぞ。はい、こちらのメガネ、あの2色のハイカラなメガネじゃないんですよ。これには理由があるんです。これ遠く見えるためのもので、こっち見える。はい、違います。そういうメガネありますけど、それは違います。そこの黒いところは多分見えなくなる視野ですね。黄色いところしか見えないんだけど、黄色いところは白内障とか緑内障とかで見づらくなった状況を体験できるメガネになってます。やりたい。ちょっと待ってよ、まだ待ってくださいね。じゃあ事前にやってもらいたいことがあります。ここに日本の硬貨があります。金額が大きい方から教えてください。500 100 50 10 5 1。はい、はやはまだ硬貨覚えてないですかね。はい、全部で6個の硬貨があります。今から今の状態でママがいくらを指さしてくださいって、いくらいくらっていうので指を指してください。はい、いいですか？その速さをパパに測ってもらいます。じゃあまず速からいきます。3つ連続言います。ゆっくりいきますよ。はい、目を開けて。500円玉、50円玉、1円玉。5秒8。はい、5秒8かかりました。次、あやさん。めつぶれるめつぶれる。ストップ。はい、じゃあ行きます。せーの。100円玉、1円玉、5円玉。以上。5秒6。おっと、はい、5秒6かかりました。で、今は見えてたのでこの時間です。こちらの体型メガネをした時にハヤは何秒かかるかっていうのをやりたいと思います。じゃあまずメガネ外してください。はい、目つぶったままかけてください。似合わねえな。いきますよ、せーの。500円玉、100円玉、50円玉。6秒30。おお、トランジャーすごいよ。じゃあ次、あや、よーい、スタート。50円玉。10円玉、5円玉。7秒8。はい、外してください。時間かかりましたね。10秒程度。
あやに至っては何回も触り直して確認してました。このメガネをはめてどうでしたか？やばいね、めっちゃ見にくかった。はい、見にくかったですか？これが視力が悪くなった時じゃなくて病気になった時、目に異常が現れた時に見える範囲になります。こんな少ないの？はい、今楽だよね。将来これになったらお外で全力疾走できますか？バンバンバン、絶対転ぶよ。人がいっぱいいるところ、穴が開いた道路、デコボコの道、上り坂下り坂、一人で歩けますか？無理。あなたたちは視力が悪いプラスこういう病気になった時にだいぶ損をします。だいぶ損はあったかな。じゃあ実際これをお外ではめて歩いてもらいましょう。はい、じゃあ試してみましょう。このメガネをかけてこの塀をぐるっと一周した時のタイムを測りたいと思います。はい、じゃあまず早選手からいきます。ではいきますよ、よーいスタート。はい、40秒です。もう1分にはならんかった。どこでござる？はい、ま、行くでござる。逃げる？走ったらあかんよ、絶対に危ないで。よーい、スタート。おー、やい、早い。はい、23秒です。じゃあ今度メガネかけずにやってみて。よーいスタート。断然早いな。16秒です。めっちゃ早い。あやさんもやる？よーいスタート。12秒。いいですか、目が見えないというと大変なことなんですよ。いいですか、はい、視力下がらないようにしっかりしてください。体型メガネでなんか見にくいです。目の病気は大変だと分かりました。視力下がったら来年。分かってますよね、あなた。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッド登録、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。